こんにちは、つちのこです。さあ今回もスーパーペーパーマリオやっていきましょう。ちょっとね、次モノノフやるよって言ったんだけど、モノノフがねやっぱちょっと強いみたいで、マリオのねパワーアップをちょっと測っていきたいかなということで、今回はですねちょっと遊戯場やってみようかな。遊戯場ちょっとやりたいのに放置してたんで、今回遊戯場プラスあとバー、裏狭間タウンのバーに行くのと、あとはピョッキョローンで、手に入れられるピョッキョローンで手に入れられる、アイテムをゲットしていこうかな。まずは遊戯場やっていきましょう。ちょうど近くにいるんでね、ゴールドカード持ってるので新しいの遊べるんだよな。まずは、一通りやってから、合計5000目指していきたいんだけど、これ何時間かかるかな。ね、5000ってきついかな。あなたがお持ちのそのグレートにきらめくものはもしやゴールドカードではないですか。失礼しました、ゴールド会員様。会員様用の専用ゲームもプレイできるようにいたします。多分これの方があれもらえる数が多いんだね、狭間ね。今31あんのか、2500。これ欲しいわマジで。ハートフエルパワープラス、あ、単行部なくなっても一応ここでゲットできるんだね。とりあえず5000ちょっときついかもしれないから、ハートフエル欲しいわ。ハート増やして、ちょっとゴールドカードのやつまずやってみるか。くるっとぴったんこをやりましたね。あ、ちょっと待って、これだけ20になってる。ジャストンハンマーちょっとやってみるか。遊び方を見る。近づいてきた甲羅を振り下ろして跳ね返せ。甲羅を跳ね返せたら敵をやっつけてラウンドクリアだ。3回ダメージを受けるとゲーム終了。ちょっとやってみよう。振るんだよね、縦持ち。はい、縦持ちにしました。今ほほう、おしラウンドクリア。あー、なるほど。おしそういうゲーね、こういうゲームね。もう反射神経ゲーじゃん。ケイ、点数によってもらえるのが多いみたいな。ほい、いいぞ。これまだ見てからがいけるからいいけど。よし、グレート1万、いいね。エクセレントがあるかな。危なっ、エクセレントきました。1万5000。エンドレスかな。いや、99までか。3つ。あぶねえ楽しいちょっと楽しいな。3つ。え、いった、ちょ待って早くね、急に。これ太鼓の達人とかうまいと早いんじゃないの。あのバッチリいけるんじゃないの。よし、ワンダフル来たよワンダフル、お、なんか夕暮れ時になった。2、よし、4来た。4、よし4つ全部いったぜ。危なかった今危なかった、途中。いいね、失敗しないね。さあ40、マジで、マジ、あぶねえ、2回目早すぎ。おお、この暗闇、危ねえ。めっちゃ早いのたまにあるんやけど。
あ、5個初めてかも。よし、打ち返したぜ。ねえ、最初の間がすごい長かったんだけど。おし、100万いけそう。4。よし、いけました、100万。60いきたい。60、いいね。さあ、夕暮れ。よし、早い早い終わりました。ラウンドは62で終了。どうだ、これでいくらもらえるか。点数116万。どうだ、116。これで116か。待って、2500いくにはさ、これ20使ってるから、今94もらえたのね、今ので10分で。2500いくのめちゃくちゃ大変じゃないこれ。うわ、しかも待って、豪傑ギャンブラーが19万。違う、190万。ちょっとじゃあ全部一応全種類やってみようか。お化けバスター、テレサを狙って A でやっつける。 OK、 はい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 。あー、すごい面白いかも。ガンマン、楽しいかも。え、こんなミニゲーム、完璧な、こんなこだわったミニゲームでいいの？待って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 、なんで今連射したのかよく分かってね。何これ、なんでたまにこれ。ああ、キノピを助けたらこうなるってことか。いや、普通に楽しいわこれ。あー、むずい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 、あぶね、めっちゃ手疲れる。これね、思いのほか手疲れますね。やっぱ画面に向けてないといけないから、ずっと。あー、ねえ、むずいむずいむずい、量多すぎ。もう腕が痛いよこれ。まだラウンド4なのに腕いて。これ考えたらやっぱさっきの蹴るだけのやつって楽だな。終わっちゃった。点数21万。いって、腕が手添えてないといけないから全然稼げなかった。これはグラグラアイランド、デザートを決められた数だけクリア。はい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 。敵が降ってくるの？はい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 、そういうことね。なるほど。OK、デザートだけ取っていけってことね。ねえ、ゴミしか落ちてこない。え、あ、最悪。隅っこ死ぬんかい。
止まってくれるのかと思った。そう考えたらむずくない？これはあれだね、落ち着いて端っこ別に無理やり取らなくても、あ、5個、6個になった、6個取ればクリアだからそんな気にしなくていいかも。あ、でも落ちてくるの早いときついな。やっちゃったやっちゃった。何これ、敵をもしかして、おお、すごいすごいすごい。1位取ったらなんかいいことあったりすんのかな。あの絵合わせ多分1位取れるような気がするである。死んだねえ、最後の最後で死んだスター取ったら無敵じゃねえのかよ。全然稼げない、やっぱりやっぱりこれが一番だね。でもこれちょっとくるっとぴったんこを、人類の素晴らしい機器スマホを使ってですね、撮影しながらやりたいと思います。そうです、ズルです、ズルをやってみましょう。これは1回だけやったことあるんでね、神経衰弱みたいな感じ。あ、ちょっと待ってちょっと待って、と取らして、あーとやべ、ちょっと重いのか、早い。ここは見た、ちょっと待って、写真に撮ったらね、これ対策されてんな、これ。よし、ちょっと待って、やべえ、これやべえぞ。ピーチなのこれ、あ、やべえやべえやべえ、あー、ちょっと待ってねえ、むずい、最後ね取れてなかったのふざけんなよ、僕の不正が僕の不正、90万って1位。あのね、こうなんて言ったらいいかわかんないけど、途中でねくる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 っていくからね、写真にうまく撮れねえんだ半分ね、あの裏向いてんの。やべ、全然稼げねえぞこれ。なんかね、姿変えてもできるみたいだから、これちょっとやってみよう、ジャストンハンマーを。ジャストンハンマーが一番簡単だったかも。ほら、ピーチ姫がハンマー持つことになるよ。なんかあの斬新じゃね、ピーチのハンマー姿。マジでねダメだ、心折れそう、マジで2500なんて到底いけねえや、あんなとこでやられるなんて。やべえ、全然うまくない初見の方がうまかったっていうひどい。これちょっと普通にさ、レベル上げした方が効率いいわ不正しようとしたけど防がれてるしさ、くるくるで。
あ、やっちゃったごめんピーチ、なんかマリオと違って全然うまくいかなかった疲れてんだね、うん、体が疲れた。1ハザマネしか儲かんなかったわ、20使ってるから。諦めます諦めます。ハザマネぴったり200になりました。いや2500相当きついわ。ここらへんね、うん、やっちゃおう、不正すれば余裕っしょと思ったけど無理、無理した、うん、無理でした。これさて、じゃあハザマタウンのピョッキョローンのとこ行きたいんだけどな。3階だからここだよね。あ、ほんとや。はやった、なに？お料理データじゃねえかなんだ、お料理データか。ほんとだ、こんなとこがあったなんて。もう結構高いとこだね。あ、ほんとだ、これピョッキョロンのマークある。ピョッキョロンじゃない、ピッキョロンね。わお、サンデールのカードゲット。ほんとだわ、ここにあるんだ。裏にもあるのかな、これか。この色そうじゃない？あ、違った違った、ピッキョローンじゃなかった。これ、あれ、表面に何か絵が描かれているわ。でも音じゃなくない？あ、これもいいんだ。音符マークじゃなかったのに。裏デアールのカード。ある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 。こっち側ですね、今度。よし、他ないよね。オッケー。なんだ、お料理データ3 2と3がここにあっただけか。オッケー。ちょっとみんなのピッキョロン、ピッキョロン見てみようか。 P チームのピッキョロンは クッパのピッキョロン。結構違うね。ルイージは？ねえ、ちょっとバカにしてない？ルイージの時だけおかしくない？なんか。なんかお調子者の失敗者みたいな音楽にして、なんかいかにも失敗しそうな音楽だったじゃん。お料理データ1と2だもんね。お料理データあと何がないんだろう。ナンバー2、お料理データ2を使って、お料理データ3も使った。どれ、1、2、3、4、5、6、6まで来たよ。1、2、3、4、5、6、全部いったんじゃないこれ。いつまでも2人でいいな。はい、ということでね、今回は遊技場を遊んでみました。次回はですね、裏狭間タウンのバーのお話を聞いていきたいと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。
最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。